皆さんこんこにちは今回は u 2 0世界大会に関する情報から u 2 0世界大会と大会に参加したサッカーの審判員について学んでいきたいと思いますどこの国で開催さされた大会か考えてみてみくださいまた世界地図を用意して開催国の位置も調べてみましょう。 各問題のヒントは5つ出ます。最初に開催地に関するヒント。次に大会に関するヒント。最後に大会に参加したサッカー審判員に関するヒントです。全問正解を目指してトライしてみてください。ではスタートします。日本から北北西に約 11,160km。 自作時間のところにあり、気候は年間の平均気温が日中21.5度、夜間13.5度で海水温が17.5度の都市を中心に開催されました。開催国はアイスランドに次いでヨーロッパ諸国の中で最も西に位置します。イベリア半島西端に位置し、国土は南北に長い長方形をしています。 この大会のアジア予選となった AFC 選手権で1位、2位となった韓国と北朝鮮が合同チーム、コリアとして出場し決勝トーナメントに進出した大会でした。地元開催で優勝したチームの中心選手としてルイ・コスタ選手、ルイス・サフィーゴ選手、ジョアン・ビエラ・ピント選手などが参加していました。 24人の審判員が大会に招集されました。大会に参加したタチ氏はグループリーグの3試合を担当しました。どこの国で開催された大会かわかりますか ?1991 年にポルトガル共和国で開催された FIFA ワールドユース選手権大会です。サッカー審判員として 立ち喜一郎氏が参加されていました。次の問題です。日本から西北西に約 8262km、時差6時間のところにあり、気候は砂漠気候に属します。6月から8月の平均最高気温は40度を超える都市を中心に開催されました。 国内の大部分は不毛な砂漠であり、最も高い地点は海抜103メートルです。この砂漠の地下にルハン油田を持つ国が開催国でした。アジア予選を突破した日本ユース代表は1979年大会以来2度目の出場でした。チームには中田秀俊選手、森岡隆三選手、 山田信久選手が選出されていました。日本ユース代表はグループリーグを1勝1分け1敗で突破し決勝トーナメントに進出しましたが1回戦でブラジルに1対2で敗れベスト8で終わりました。この大会には主審15人と副審16人が招集されました。大会に参加した岡田氏は グループリーグの出身などを担当しました。どこの国で開催された大会かわかりますか ?1995 年にカタール国で開催された FIFA ワールドユース選手権大会です。サッカー審判員として岡田正義氏が参加されていました。次の問題です。 日本から北西に約 9581km、時差7時間のところにあり、ナイル川下流下半の交通の要衝として中世に建設されてから現在に至るまでイスラム世界の学術、文化、経済の中心となっている都市で開催されました。アフリカ大陸の北東端に位置し、リビア、南にスーダン、イスラエル、 ガザ地区と国境を接しており、国土の95%以上が砂漠の国で開催された大会でした。24チームが参加してグループリーグの後、16チームが決勝トーナメントに進出しました。ガーナがアフリカ勢として初優勝を飾った大会でした。審判員は、 主審と副審二人の審判チームとして18組が招集されました。審判割り当てもそのチーム単位で行われました。この大会に参加した西村氏、相原氏、韓国のジョーンヘザン氏の審判チームは3位決定戦のハンガリー対コスタリカなど4試合を担当しました。 どこの国で開催された大会かわかりますか ?2009 年にエジプトアラブ共和国で開催された FIFA U-20 ワールドカップです。サッカー審判員として西村雄一氏、相良徹氏の2名が参加されていました。次の問題です。日本から南南東に 約9 2 8 1キロメートル、時差3時間のところにあり、北島の南西端に位置する、北島と南島を分ける水路である、クック海峡に面している都市で開催されました。太古から大陸から切り離され、孤立していたため、独特の生態系が形成されています。コウモリ類、クジラ類以外の哺乳類が全く生息しないため、 陸性哺乳類が担うべき役割を鳥類が担う形で敵を放散し飛べない鳥による生態系が発達しています U19 日本代表は予選となる AFC 選手権の決勝トーナメント1回戦で北朝鮮に PK 方式で敗れこの大会への出場権を得ることができませんでした優勝したセルビアは グループリーグの初戦でウルグアイに敗れましたが、決勝トーナメントの全試合を延長戦以上戦いながら勝ち上がり、14大会前にユーゴスラビアとして優勝して以来の勝者となりました。主審と副審2人で組まれた21の審判チームとサポート審判員6人が招集されました。佐藤氏、山内氏。 ヤギ氏の3人で組んだ審判チームはグループリーグの2試合などを担当しました。どこの国で開催された大会かわかりますか ?2015 年にニュージーランドで開催された FIFA U20 ワールドカップです。サッカー審判員として佐藤隆二氏、山内博氏、ヤギ茜根氏の3名が参加されていました。 これで今回の問題は終わりです。U20 世界大会に関しての新しい発見はありましたか大会は1997年から2年ごとに開催されています。2005年まではワールド輸出選手権として、2007年からは U20 ワールドカップとして開催されています。それぞれの大会に関わったサッカー審判員が多数いたことも、 覚えておいてください。また、世界地図で U20 世界大会が開催された国が世界のどこにあるか確認ができましたかサッカーを通して世界の国を覚えてみるのはいかがでしょうかチャレンジしてみてください。お疲れ様でした。